クイントゥス・セルウィリウス・カエピオは、紀元前2世紀中頃の共和制ローマの政治家、軍人。紀元前140年に、執政官を務めた。クイントゥス・カエピオはパトリキ系である、セルウィリウス氏族、カエピオ家の出身である。セルウィリウス氏族は、アルバロンガからローマに移住した6氏族の一つとされている。カエピオの国能面を名乗ったのは、 紀元前253年の失政官、グナイウス・セルウィリウス・カエピオが最初である。紀元前169年の失政官、グナイウス・セルウィリウス・カエピオには、息子が3人おり、クイントス・カエピオはその場子である。長男は、第二次ポエニ戦争の英雄クイントス・ファビウス・マクシムス、ウェルコス・クンクタートルの孫に養子に入り、クイントス・ファビウス・マクシムス・セルウィリアヌスと名乗った。 時系グナイウスセルウイリュスカエピオは紀元前141年に執政官を務めている。三兄弟が連続して執政官に就任したことは共和制ローマの歴史においても異例のことであった。執政官就任年と当時のウィリウスポーの規定から逆算してクイントスカエピオは遅くとも紀元前143年にはプラエトルに就任したはずである。しかし、 それ以前の経歴は不明である。紀元前140年には、執政官に就任するが、同僚のプレブス執政官は、ガイウス・ライリウス・サピエンスであった。サピエンスは若い頃からスキピオア・アエミリアヌスの友人で、当然に、スキピオサークルの一員であり、カエピオ兄弟たち、反スキピオ派とは敵対関係にあった。執政官の内数とは、ヒスパニア・ウルテリオルデノ・ビリアトゥスの反乱を、 鎮圧することとなっていた。同僚のサピエンスは、法務官時代にこの戦争を指揮した経験があったが、実際に派遣されることとなったのはカエピオであった。これは、彼が属するハンスキピオ派の影響力の大きさを示していると思われる。カエピオは、長兄クイントスファビウス・マクシムス・セルイリアヌスから軍の指揮を引き継ぐことになっていた。ヒスパニアへの出発前に、 カエピオンは深刻な困難に遭遇した。兵士の募集がこの1年で2回目となり、人員が不足していたのである。多くのローマ市民は断固としてヒスパニアに行くことを拒否し、スキピオサークルの支持を得ていた。アッピュース・クラウディウス・プルケルが1年間に2回の徴兵を禁止する法律の採択を強行したのは、おそらくこれらの出来事があったからであろう。 古民館の一人であるティベリウス・クラウディウス・アセルスはカエピオに反対したが反対演説中のアセルスをカエピオはリクトルに命じて力づくで排除したこのような出来事のためカエピオのヒスパニア到着は予定より大幅に遅れた兄で前任者のセルウィリアヌスはこの間に軍事行動を続けたが結果として敗北したセルウィルアヌスはビリアトゥスと講和し ローマの友人であり、同盟者であると認めた。なお、時系列が逆との説もある。すなわち、兄が結んだ条約をカエピオが破棄しないように、元老院はカエピオをしばらくの間出発させなかったというものである。実際にはカエピオは戦争の再開を望んでいた。彼は兄が結んだ条約は価値がないと宣言し、元老院に再び戦闘を開始する許可を求めた。 最初は必要と思われ、秘密裏に行うのであれば、ビリアトゥスを悩ませることのみが認められたが、その後もカエピオがローマに手紙を送り続けたため、ついには元老院も講和を破棄することを決定した。クイントゥス・カエピオは、ビリアトゥスが見捨てたアルサの町を奪い、ビリアトゥス自身を追ってカルペルダニアまで進行した。これで、紀元前140年の作戦は終了した。 カエピオはプロコンスルとして翌紀元前139年も引き続き軍を指揮した。今回はルシタニアと同盟した部族を攻撃した。ベトン人、さらにはガラエキ人の土地にまで達した。カエピオは自軍の能力を信用しておらず、ビリアトゥスと直接戦うことを避けた。部下の兵士もその無礼さと残酷さも加わってカエピオを嫌い。 嘲笑の対象とした。これに対する罰としてカエピオは、自軍の騎兵に対して、敵が占領する丘から木を伐採してくるように、命令した。騎兵は、命令を実行したが、野営地に戻ると、カエピオのテントの周りに伐採した焚木を山積みにして、燃やした。カエピオは逃げ出さざるを得なかった。紀元前139年、ビリアトゥスは、ヒスパニアキテリオールからも攻撃を受け、 統治を管轄していた、執政官、マルクス・ポピ、リウス・ライナスに講和を求めようとした。しかし、ライナスの出した条件は、極めて過酷であった。このため、ルシタニア人の指導者たちは、おそらく長い戦争に疲弊していたためと思われるが、カエピョに対して、講和のための施設を送った。選ばれたのは、ビリアトゥスの友人であるアウダックス、ディタルコ、ミュルスの三人であった。結果、 施設とカエピオはビリアトゥスを暗殺することに合意した。ただし、この剣をどちらが持ちかけたかは不明である。カエピオは、この裏切り者たちに安全だけでなく、金銭も約束した。結果、ビリアトゥスは暗殺された。アウダックスとその仲間は、急ぎの用事があるとして、夜中にビリアトゥスのテントに入った。この時ビリアトゥスは、甲冑を着用していたため、 喉を突き刺して殺害した。アウダックスタジはカエピオの元に逃げ、約束の金銭の残りを要求した。しかしカエピオはこれを拒否し、安全だけは保証してローマに送り、そこで交渉するように言った。後の資料ではカエピオは暗殺のことは知らなかったとし、ローマはこのような約束はしないとするものもあるが、歴史学者はこれを恥ずべき出来事対する、 歪められた認識であるという考えている。しかしながら少なくとも元老院に対してはその動機の真偽を問う声もある。ビリアトゥスの後継者タンタウスは後世に転じカルタゴノバを攻撃したがカエピオに撃退され降伏を余儀なくされた。カエピオはルシタニア人を武装解除したが十分な土地を与え彼らが貧しさから強盗に追い込まれないようにした。こうして ヒスパニアウルテリオルでの戦争は終わった。しかし、この勝利は、ビリアトゥスの暗殺が成功したためで、誰が見ても価値がないものであった。カエビオは、勝利を手に入れたのではなく、勝ったのだ。結局、アウダックスタジに、残りの金銭は支払われなかったが、これが、ローマ人が行った、唯一の勇気ある行動であった。チピオナの東大。 カエピオが建設した灯台と同じ場所に19世紀に建設された。チッピオナの町の名前もカエピオに由来する。俗州を統治している間にカエピオはベティス川川口に要塞化された灯台を建設した。この灯台によってイタリアとヒスパニアの回路が改善されたと思われる。また当時の船はベティス川を遡ってコルドバまで航行していた。ストラボンは その地リ市の中でカエピオの灯台は波で四方が現れた岩の上に建てられている。この塔は船乗りを救うために驚くべき技術を持って建設された。川の堆積物が浅瀬を形成しているだけでなく、その前にも岩礁が点在しているので、遠くからでも目につくような標識が必要なのだと述べている。ここにはカエピオの名前にちなんだチピオナの町が今でも残っている。 カエピオの塔と同じ場所に19世紀に灯台が建設された。ベッドン人とガラエキ人に対する作戦を実施している。サイ、カエピオはタホ川と穴川の間にカストラセルイリア要塞を建設した。また、現在のポルトガル領の南部にあった街道にカエピオ駅が存在したことがわかっている。これも彼の名前と関係すると思われるが、正確な位置は不明である。 紀元前138年、カエピオはローマに戻った。凱旋式が実施されたかは不明である。凱旋式のファスティのこの年代が欠落しているためである。しかし、敵に勝利した方法が怪しげなものであったため、凱旋式虚構の栄誉は与えられなかったのではないかとの推測もある。その後、カエピオは弟のグナエウス、メテルス兄弟と共に、 クイントス・ポンペイウスに対する贈収賄事件の訴訟の検事を務めた。裁判官は検察官の権威が自分たちにとって何の意味もないことを示すために、ポンペイウスに無罪判決を下した。キケロはカエピオが弁護人を務めるときは助言と弁護演説だけでなく、その影響力と地位を使って依頼人を巧みに支援したと述べている。 同盟の息子クイントス・セルイリュス・カエピオは、紀元前106年の執政官を務めた。その息子も同盟で、娘がカエサル暗殺者の一人であるマルクス・ユニウス・ブルトゥスの母である。一方カエピオの娘は、クイントス・ル・タティウス・カトゥルスと結婚した。しかし、紀元前78年の執政官、クイントス・ル・タティウス・カトゥルス・カピトリヌスの母かは、議論されている。 ありがとうございます。